ジュール・ラニオは、フランスの教育者、哲学者。ジュール・ラニオは、生涯を、理性の一教師として過ごし一冊の著作も、表さなかった。その哲学が世に知られたのは、ラニオの死から三十年後、教え子たちが、ラニオの授業を書き留めたノートを印刷、出版したことによる。ジュール・ラニオは、私が出会ったただ一人の偉人だったとラニオの、生徒だったアランは書き、自らを、 ラニオの忠実な弟子と公言している。アンリ4世公でベルクソンの教えを受けた批評家アルベール地方ではラニオを若者たちの死、ソクラテスの後継者としてはベルクソンの上に位置する人と評した。フランス哲学史の専門家はラニオの哲学をフランス反省哲学と呼ばれる主張の出発点に位置づけている。ラニオを支援した弁護士、 ボアレージュール・ラニョーは1851年にフランス・ロレーヌ地方の主婦メスでろうそく屋の次男として生まれる。母親はロレーヌのドイツ5県育ちであった。ラニョーは幼い時天然痘にかかりその影響で生涯病弱となった。1866年、ラニョーの才能を見込んだ地元の弁護士、シャルル・フランソワ・ボアレーがろうそく職人の父親を説得し、 地元メスのリセにラニオを入学させた。ラニオはボアレーの期待に応え優秀な成績で卒業した。69年、高等師範学校の受験準備のためラニオはパリに上京した。メス後為戦、翌1870年に不屈戦争が始まると、フランス北東部でプロシアと境界を接しているラニオのキジメスは戦争の最前線となった。 ラニョーは直ちに故郷に戻り、弟と共に義勇軍に参加した。戦地となった故郷メスは、プロシア軍に占領され、フランス兵は全員捕虜となったがラニョーはそこから脱出し、リールで再び戦線に参加した。敵方にはニーチェも、看護兵として参戦していたがチフスと赤痢に感染し、ラニョーも、 同様にチフスに罹患しているので、もしかすると同じ戦場で敵味方としてラニョーとニーチェが対峙していた可能性もある。この不仏戦争の間にフランスは第二帝政から第三共和制に政治体制が変わった。1871年、フランスの敗北で終戦すると敗戦の混乱のさなかに父親が没する。この戦争の影響でラニョーはドイツ嫌いとなり、後年、 あるドイツ人教師が彼の授業を聞きたいと望んだとき、その希望を受けなかったという。19歳のラニオは、ドイツ帝国によって分割された記事、ロアンヌを離れた。若き日のラニオパリに着いたラニオは、リセシャルルマーニュで、受験準備を再開し、翌年バカロレア、大学を含む、高等教育機関入学国家試験に合格した。1872年。 エコールノルマルや想像がどうくことで初めて成り立つのである。奥行きの線の角度は遠近法により、鋭角や鈍角であり感性はまさにその通りに感受しているが、個性の働いた知覚はその角度を直角と考える。さらに言えば、それは鋭角でも鈍角でも直角とさえも見ず全体を見て考え、考えてみる。 だからこそ、ダニョは、知覚についての講義を、知るとは、外観の中に本質を求めることであるという言葉で、始めるのである。ダニョの、全哲学は、語性を、判断に従属させることを目指している。1、ダニョの公式とアランが名付けた言葉フランス語版、FR、ジュールズ・ラグのウーブルより引用、一部追加、現地アラン・スーバー・ネアーズ・カンサーナント・ジュールズ・ラグの、ガリマール社、 1925年7月、ありがとうございます。